大学入学資格検定とは2004年度以前の日本で実施されていた日本の大学に入学する学力の有無を判定し試験合格者は高校卒業者と同等の資格が得られる国家試験のことであった。大権と略称されていた2004年度末に廃止され2005年度より高等学校卒業程度認定試験に移行している。 大学入学資格検定合格証書この大学入学資格検定という制度は大学入学資格を有しない者に対して高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために検定を行いその合格者に対して大学入学資格を与えるためのものであった大学入学資格検定に合格した者は中学校卒業程度認定試験にも合格した ものとみなされる。合格時に18歳未満であったものは、18歳になる年度から大学入学資格が与えられる。また、大学入学資格検定に合格しているものは、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるので、大学受験や就職の際の扱いは、高等学校卒業程度認定試験の合格者と同じで、公務員試験や国、 都道府県、地方自治体が主催する各種国家資格試験での学歴要件を満たすことが多い。ただし、合格した場合であっても、民間企業への応募に際しては応募者を高校卒業扱いとするかどうかは、文部科学省所管の高等学校以外の学校卒業者と同様に企業によって判断が分かれる場合もある。出題は、主として、 多種選択による客観式の検査方法で回答はマークシート方式によっていた。1995年頃までは合格難易度が高かったが2000年代になって合格必要科目数が減ると同時に合格最低点が下がり合格率は上昇した。朝鮮学校などの卒業者は日本の学校教育法では 高校卒業の資格とはならなかったので、これに対して、大券を免除するべきかが議論となった。堤誠治、橋爪大ザブローラは、大学入学資格検定の代わりに、高等学校学力検定試験を新設するべきだと、主張していた。履歴書の学歴ランキ入例、平成年月、大学入学資格検定合格以上のうち、どれかを満たす人が受験できた。かつては、 最後の条件が定められていなかったため、民族学校卒業者や修学免除者は、修学義務猶予免除者等の中学校、卒業程度認定試験に合格しない限り、受験資格がなく、特に民族学校卒業者は、修学義務猶予免除者等の中学校、卒業程度認定試験も、受験資格がない場合もあった。上記の条件を満たしていても、のうちどれかを満たす人は、 受験資格がなかった。注意点としては、高等学校の定時制の過程、通信制の過程を卒業した者は受験できないが、在籍しているものは受験できるということ、全日制の過程などに在籍するものであっても、大学入学資格検定の試験日までに退学すれば、受験できることである。廃止時点において、合格に必要な科目は以下の通りで、科目数は11だった。 選択科目は必須選択科目からの選択を除いて、2科目を選択した。ただし、同一名称の科目は1つのみ。また、公民はどちらか1グループのみ。第二次世界大戦前は、旧制専門学校進学のための専門学校入学者検定試験や、実業学校卒業程度検定試験や、高等学校高等科入学資格試験、高等試験例、 第7条試験という試験があり、これらの資格試験を前進として、1951年に大学入学資格検定が始まった。戦前において、戦研の合格は、ラクダが針の穴を通るよりも難しいと評判で、検定合格のためには、いかなる難関校でも合格ができるほどの実力を必要とした。使命50音順。肩書きは当時のもの。 高等学校卒業程度認定試験に関する調査結果書籍大学入学資格検定の制度の変遷について定時制通信制教育の振興をブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典の解説椎名林蔵税集、第20巻初集早稲田講義録で先見をパスありがとうございます